シブガトラー・ムジャッティ・ディは、アフガニスタンの政治家。アフガニスタン・イスラム国の臨時大統領、アフガニスタン・イスラム共和国の長老尾議会議長を、歴任した。スイブガトラーと表記されることもある。1925年4月21日、カーブル生まれ、ナクシュバンディ教団の指導者の子孫、ムジャッティ・ディ氏族の長。1944年、 カーブルのマドラサを卒業し、カーブル大学で学んだ。1948年から1953年、エジプト、カイロのアルイコールアズハル大学で学び、修士号を取得した。エジプトでムスリム同胞団と関係したため、1954年に国外追放された。1954年、カーブルの隠し学校で進学講師を務めた。 1960年、アフガニスタンを訪問していたニキータ・フルシチョフに対する暗殺の準備で逮捕、起訴された。1964年、教職禁止を付加され、釈放、国外に移住した。1966年、アフガニスタンに帰国。1970年初め、カーブルで大規模デモを組織。1971年、ムハンマド・ウラマー教会を創設。 同年、アフガニスタンを離れ、パキスタン、後に、アメリカに移住した。1977年から1979年2月まで、コッペンハーゲンのモスク委員長、イスラムセンター指導者。1979年初め、アフガニスタン人民民主党政権により、ムジャッティディ氏族21人が処刑された。同年3月、パキスタンに渡り、 アフガニスタン級国民族戦線の指導者となる。3月12日、アフガニスタン人民民主党に対するジハードを呼びかけるファトワを布告。5月、アメリカに渡り、軍事援助を要請。1989年2月、ペシャー・ワルデの野党会議において、暫定政府大統領に選出。1992年4月24日、 ペシャワールでのムジャーヒディーンの会議において、2ヶ月間の任期で暫定ムジャーヒディーン会議議長として承認。いわゆるジハード会議の議長。1992年4月28日から6月28日まで、アフガニスタンイスラム国元首代行。ブルハーヌッディーン・ラッパーニーに権力を移譲した後は、パキスタン、後に、デンマークに出国。 タリバーン政権に対して否定的だったが、定期的に交渉を行った。2001年末、アフガニスタンに帰国。2003年12月15日、ロヤジルガ議長。2005年、大統領附属和解委員会議長。2005年12月、ハーミドカルザイにより、長老議会議員に任命され、12月20日、上院議長に選出された。 2011年には議員に再選。2015年8月26日には、新党、聖戦と国民政治評議会を結成した。2019年2月11日、カーブルの病院で93歳で死去。最初の妻とは死別、再婚。7人の息子がいたが、1人は暗殺された。ありがとうございます。